はい、どうも、こちらチャンネルです。本日はですね、今日のお昼に届きました。これですね、つい先日の動画で自分が、その日給料日だから買うかもしれない的な話をしてたんですけど、その翌々日ぐらい、後のインスタライブで、視聴者の方たちがですね、あれ買うんですかみたいな。買いましたかみたいな。結構コメントもらってて、まあ水のプロの箱なので水のプロが入ってるんですけど、今回はですね、こちらのグラブを買いましたという動画です。ただ、動画にするのはまあもちろんすぐ発想としてはあったんですけど、コレクションとして欲しいなというので、買ったという経緯になっております。はい、開けるとこんな感じです。以前、球児先生に行きました。まあ以前って言っても先週ぐらいなんですけど、その時に、まあ撮影お願いしますって感じで行って、自分がまず最初に目に留まったのがこれだったんですよね。で、すごいその時買うか迷いました。そっからもう翌日の朝の始発で関東帰ってきて、その後、球児先生に連絡して購入したっていう感じになります。予想ついてるかもしれませんが、今回購入したのは、こちらです。水のプロの軟式 Q マークですね。Q のビッグ M の復刻版、井端選手モデルです。はい。定価が 49,500円ですね。というのを今回購入しました。本体カラーが赤オレンジ系。で、レースも赤オレンジ系というグラブなんですけど、まっさらな新品かというとそうではなくて、ちょっとまあ、球児先生は中古ショップ、買い取りショップで買い取ったものを販売してたりとか、新品のものを販売してるので、ちょっとやっぱり人がはめた、あとはあります。まっさらな新品じゃないなという感じはあるんですけど、まあ、見ての通り、全然動きません。ちょっとこの中に指跡が、映像でも映りますね。ちょっとこう凹んでる感じ。があるので、金額、販売価格が 39,800円プラス税かな。最近だと、もう最近ではないか。1年半ぐらい前かな。メルカリ企画でこの中古の井端選手モデルを購入しました。もうこれは軟式の、まあ、グレード的にはちょっと低い、ビューリーグってやつで、もうこの時もですね、すごい、まあ昔のグローブ、当時のグローブいいですねってあったんですけど、まあ今回これは復刻版なので、昔出てたモデルの復刻なので、昔のものではないんですけど、多分販売されたのが2年ぐらい前ですかね。ここ超最近ではないっていう感じです。まあ自分がこれを購入した一番の理由は、やっぱり井端選手モデルのグローブを昔から使ってましたし、まあ、もちろん井端選手のファンでもあった。プラス井端選手のその守備の取り方、ボールへの入り方、間の取り方、まあ、全て参考にしてたっていうんですね。中2ぐらいから。ずっと。なので、今回購入を決意しました。で、まあ、試合用でこれをバシバシ使っていくかっていうとそうではないんですけど、一つのコレクションとしてやっぱり使ってみたいなという、購入したっていう感じになります。ただ、自分が使ってるグローブって全部逆巻きになってるので、もともと順巻きだったんですけど、逆巻きに変えてもらいましたので、まあ、そんな癖なく自分は使っていけるんじゃないかなと、思います。っていうわけで、ちょっと今日はですね、片付けして、まあ、これじゃ使えないので、この状態じゃ使えないので、片付けしていってという感じですね。めちゃくちゃ硬いんで、早速ですね、水で。片付けして実際に使ってみようかなと、そこから何か気づくところはあるのかなという動画になってます。やっていきます。はい、というわけで水入れてきました。早速ですね、揉んでいこうと思うんですけど、まあ、井端さんといえばですね、あのフットワークと正確なスローイングですよね。中学2年生の時からずっとあの守備の動画をずっと YouTube とかで見て、勉強してました。まあ、実際に試合も見に行ったことあるんですけど、もうその時は多分高校生の部活とか引退してたんで、その時はもうジャイアンツ来てましたね。サードやってました。で、まあ、このウェブの井端さんの時は、まあ、ショートのイメージ強いんですけど、終盤、クロスウェブとか、バスケットとか、あと、H ウェブを使っててですね、自分が初めて井端さんモデルを買ったのが、中学3年生の時ですね、水野のグローブを買いました。軟式用のグローブ。まあ、自分の癖がもう、ずっとこれなんで、パーで開く感じなんで、今回は逆曲げでつけるって感じですね。この連動性をまず出しながらですね、軟式にしてはめちゃくちゃ硬い部類です。正直、この触った感じ。で、指股がないので、自分がいつも使っているのとはちょっと違う感じですね、ここが。けど、逆巻きにしたことによって、しっかりこっち側が広がっているので、こっち側の動きもしっかりつけれるかなと思います。ザ公式じゃないんですけど、ほぼ公式だと思います、これは。もう少しちょっと硬すぎるので、揉んでいきます。ラインはやっぱここですね、自分はいつも。で、今こう揉んでて、握って硬いのは、こっちかな。でも、こことここですね。なので、ここを少しほぐします。全体的に硬いのは間違いないんですけど、なんかすごく硬く感じますね。つい先日だと、水のプロの中島選手モデルを片付けしましたけど、はい。その軟式用の時は全然、まあ、ブロンドっていうのもありますけど、最初揉んでて癖がなかったんですよ。こっちは硬いですね、正直。で、ボールで体重かけていきます。でもこれでノックをしたら絶対楽しいなと思います、自分は。でもこのウェブはちょっとあんま使ったことないんで、どうなんですかね。
よし、ちょっとじゃあ背面から揉んでいきます。これをすることによって内側だけを揉むんじゃなくて背面から揉んでくることでしっかりついてくるんで、小指側が、うん、だいぶ動き出てきましたね。てかめっちゃ硬いですね。全然硬いです、うん、ちょっとこれでもうちょっと揉んでいきます。では現在この状態から数日後までどうぞ。はい、というわけであれから数日経ちまして、完成形がですねこんな感じです。途中にも言ってると思うんですけど、軟式用にしてはめちゃくちゃ硬いですね。なんなら結構揉んだんですけど、まだちゃんと硬さが残ってます。ポケット位置はこの辺ですね。で取った感じはですね、やっぱこの芯の硬さと皮の厚みっていうのを感じるんですけど、それよりも気づいたことがですね、やっぱ指股がないグローブを自分は結構久々に使っているので、最近自分が使っているのは指股があって分裂して動くんですけど、こう指股がないとですね、こうやっぱ全部くっついてくる感じがあるので、指4本がこう全部ついてくる感じですね。これどっちかっていうと自分も得意じゃないんですけど、やっぱこの1本とこの3つは自分は別の動きをしてほしいので、こう全部くっついてくるのはちょっとやっぱり苦手意識がある気もしますが、ちょっとこの後ですね使ってみるという動画を撮ってみようかなと思います。そんな感じで本日はこちらの休日先生で購入した水野プロの復刻軟式井端選手モデルを片付けする動画でした。皆さんもぜひ休日先生行ってみたらお宝を探してみてください。それでは今日の中継は以上です。よいしょ。道は続いてこう。そして今月のプレゼント企画はこちらの GS 小ゴリラ型を1名様にプレゼントします。こちらは撮影で一度使用しましたが、めちゃくちゃまだ備品でガンガン使えるグラブとなっております。自分が片付けをしましてすぐに使える状態となってますので、ぜひ使ってみてください。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募お待ちしております。